ちょっと分かりにくい。分かりにくいけど、大きな駅だということは分かります。そうですね。この駅が大正15年に2代目の駅になりますね。これは戦争を受けまして、昭和20年6月29日に空襲を受けるんですが、はい、この駅の建物自体は被害を免れて、プラットフォームなんかはもう全部焼けてしまうんですが、その時嬉しいんですよね。線のホームっていうのは、さっきカレンパオさんがおっしゃるように亡くなったホームなんです、はい、で帰る時にそこから見ますと、今岡山会館という建物が見えるんですよ。でその上でお子様設置なんかを頼むような、岡山会館の駅前の左の方ですね。教会大食堂なんていうのが、それで見て帰るのが辛かったんですよね。辛かった。帰りたくないと。そうなんです。岡山駅は話はつきませんね。そうなんです。では皆さんから今日は、岡山駅のあなただけが知ってる秘密、そうですね、豆知識、はい、こんなことがあったらぜひ教えていただきたいなと、はい、まあ、思い出でも結構ですけどね。はい、いっぱいあると思いますね、岡山駅は。パジオマルさんとか、それから杉本マリアさんからもいただいているんですが、今日ちょっとそこまでいけそうにないんで、この方々のお便りは来週の宿題とさせていただきますが、いろいろまた思い出をいただいているんですね、うん、アンチメジャーさんからいただきました、はい、これ皆さん絶対に思い当たるところがあると思うんですが、大阪東京から出張の帰り深夜、新幹線が岡山止まりの頃、はい、岡山駅近辺のおっぺん化粧品のネオンが見えたら、あ、それさっきクイーンさんがおっしゃってた、あの岡山会館の上のとこですよね。そうです。水色と緑の、なんていうんだろう、お花みたいなのがブワーってなるネオン、覚えてますよ。覚えてますよ。あったあった、ね、あ、岡山へ帰ってきたと安心したものですと思うんですが、わかります、それすごくありますよね。で東京ね、7時、昔は30何分だったと思うんですけど、出て岡山止まり、11時過ぎぐらいに着くんですが、東京をね、通るときは有楽町を通ったりするんですけど、すっごい賑やかなんですよ。それで3時間半ぐらいかけて岡山帰ってきたら、おっぺん化粧品が見えるんですよ。ネオンサインが寂しくて、あ、岡山だなと。そうでも、何かこのおっぺん化粧品を見たら、ほっとする。そうなんですよ。ね、これ、おそらく皆さん、みんなそれ今思い出したと思います。あるあるって。アンチメジャーさん、ありがとうございます。もうあなたの言う通りです。言う通りです。本当です。それから、ラジオネーム、よじパパさん。はい。中学の時に、津山線神奈川駅から乗って、まあ、運動公園へ部活で試合に行ったりとかですね、宝冠町へ学生服を買いに行く時に使っていたのが岡山駅の西口です。懐かしいですね、と。で、さらに、あるんですよ、はい、29日は弟さんと妹さんの誕生日、うん、で4日は次男のお誕生日、へえ、またおめでとうございます。まとまってますね、ご年末年始に。ですからね、おめでとうございます。おめでとうございます。僕のお小遣いでケーキを買うのが今月は3回やっても僕には誰も何もしてくれませんな。ああ、気の毒ですね。大変ですね。よじパパさんのお誕生日なんでしょうね。よじパパさんだから、やっぱあの4時子供さんが4人いらっしゃるんでしょうね。きっとそれは大変ですよね。じゃ あのまとめてお誕生日には4時から全員からもらえるかなって、いつ頃からいただけるんでしょうね。でもよじパパさんのお誕生日をね、ちゃんとしてあげないと。そうですよ。それからトラッドボーイさん、はい、いただきましたよ、岡山駅の情報、うん、1日15万人利用、すごいですね。西日本最大の駅で、うん、忘れ物取り扱いも西日本最大で4万件で、鉄道遺産のことも書いていただいてますが、はい、でもこの忘れ物4万件って、それって年間ですかね。年間でしょうね、4万件ね。それからプチ自慢します、はい、秘密の地下通路、先ほど、はい、あの地下通路があると、あの荷物を下ろす地下通路で、ね、旧郵便小荷物地下道を利用してホームに行ったことがあります。なんで？なんで行ったんだろう。それからね、またこれが微妙ですよ、はい、新幹線の線路構内を歩いたことがあります。へえ、お仕事でっていうことですね。お仕事で、なんだろう、役得ですね。でもね、役得っていうところがすごいですね。ありますかっていうふうにあるんですが、もちろんありません。ですよね、羨ましい自慢話聞かせていただきました。いいですね、こういう自慢話もぜひまた教えていただけたら嬉しいんですが、実はね、こういったお便りもいただいたんですよ、
総社の男女つきこさん、初めてメールします。ありがとうございます。ありがとうございます。車の免許を持ってない私はいつも総社駅から運び線に乗って岡山まで出かけます、はい、いつ行っても岡山駅のホームのどこかには電車が止まっていますね、うん、瀬戸八線の楽しいデザインの特急電車を見るのが好きですと、うんうんうん、ところでお聞きしたいことがあります、はい、深夜のどこかの時間帯には、うん、どのホームにも電車がいないことがあると思うのですが、うん、ご存知ないですかとあるのが、あ、全くホームに電車が止まってない時間があるかどうかですか。私ね、大学生の頃に一晩中岡山駅で写真を写したことがあるんです、はい、昔はまだえらい奇異なことをされましたね。寝台電車が走ってまして、はい、昔のフィルムカメラですので三脚に構えて、はい、30秒とか1分間からシャッターを開けとくんですね。そうしますと映るんですが、その経験があるんですが覚えてないんですよね。でもなんか停泊する車両、うん、とかありますよね。ちょっとこれ聞いてみないとわからないから一回 JR の広報のエクニス長にでもお尋ねしてみたいと思います。これまたお答えします。全くガラーンとしてるのを見てみたいですよね、一回。そうですよね。でもね、最終の列車が出たら結構、夜貨物列車なんかまだ通りますのでね、それから軌道を修正するような、まあドクターヘローのようなのも通りますので、うん、全然止まってない時間っていうのはあるんでしょうかね。気になりますね。でもあったとしても、うん、その時間って入れる時間じゃないですよね。そうですよね。人が、あの昔ムーンライト九州っていう青春18切符に合わせて走る列車があったんですけど、はい、で4時頃帰った時に SL が止まってたことがあるんですね。へー、あれはびっくりしました。その時間ないのかな、これ気になりますね。これは調べてみます。分かりましたらまたご紹介します、はい、宿題でお渡しします。金曜日ビストパート3、岡山駅はもうたくさんいただきまして、これは来週へ続くですね。来週に続くにしないとこれはどうにもならないかな。3時の、ね、あの3人のお子さんの3人ですね、はい、おやつのお父ですという方がいただきました。岡山駅の思い出っちゅうたら、学生時代に、うん、日本食堂で2年、一番街で1年バイトした時ことからって書いていただきますね。普通なら行ったことのない社員食堂、職員食堂ですね。食事をしたこともあります。どこにあるんだろう、ね、本当ですよね、行ったことあるんですよね。どんなメニューがあるのかな。岡山機関区の食堂は行ったことあるんですけどね、お揚げの入ったうどんも美味しいんですよ。ほそれと旧駅舎の中央ドームがやけに印象に残ってます。大正15年の建物ですね。旧駅舎の中央道、今もあるんですか。もうあの私、もうない。あ、そか、旧駅舎ですもんね。建て替えられました。それからです、面白いのいただきました、はい、杉本マリアさん、今日ね、すみません、杉本さんからたくさん鉄道ファンの写真をいただいたんですが、お祝いで来週、はい、ご紹介しましょう。ご紹介します。うちの息子マリア F の13日が誕生日です。へえ、誕生日のお知らせをいっぱいありますね。お誕生日、うん、おめでとうございます。かわいいですね。マリモ F ちゃん。マリアさんの、マリモ F、はい、それからですね、チーパパさんもですね、はい、岡山構内だけに限らず在来線と新幹線も歩いたことがありますよ。もちろん夜仕事の時ですが。何の仕事なんだろう。点検されるんですか。汚染の関係かなんかでしょうかね。なんだろう、ね、いただきました。スタンドバイミーみたいですね。そうですね、違うか。隣のマリちゃんの旦那さん、はい、先週岡山駅の9番10番の古戦橋を見に行き、その後吉備線で総社駅に行きましたって書いてますね。ディーゼルの音はやはりいいですね、大好きですねっていうのをいただきました。9番10番と言いますと吉備線のホームで、はい、ここにもお便りをいただいているんですが、ここにしかないような鉄道遺産が実はありますので、ぜひ皆さん見てくださいねと言いたいんですが、来週ご紹介させていただきますが、まあ、来週といってもまだ今週があるんですが、実はですね、岡山駅が開業したのが、はい、明治24年の3月の13日なんですね。3月の13日、はい、その時に岡山駅ができるんですが、はい、実はですね、この岡山駅の場所っていうのは結構最後まで決まらなかったようでしてね、23年の1月21日付の山陽新報によりますとですね、はい、岡山停車場とかステーション、はい、停車場ですか、で美濃郡南方の南西から宝冠町、南上伊豆志村西手に移動したっていう記述もありまして、美濃郡ってことは南浄水場の辺ってことですかね。南方か、あ、南方の辺か、の辺りから、まあ、へー、南方の辺りに移動したっていう
記事がありましてね。ああ、本館長でも、もうまだやや違いますよね。そうですね。まあ、あの駅は当然拡幅されてますので、ね、それから6月19日のこれ面白いんですけどね、はい、旭川橋梁ありますね、旭川の鉄橋が、はい、この工事中にですね、はい、あのたくさんの見物客が来て、うん、で路線まで来てで開業の日はまた大変で、はい、もう人がたくさん来て、うん、三好のもうお店を出したとか、人が入れないぐらい駅に見物客が来たとか、はあ、そんなんだったんですね。それで開業したのが岡山駅なんですが、みんな待ち望んでいた。時間待ってしまいましたね。本当だ皆さんの思い出を紹介して終わってしまいました。最後にもみじ君からいただきました、はい、岡山駅って各路線によって列車のホームのメロディーが違いますよと、うん、いただいてます、うんうんうん、瀬戸の花嫁の歌もだん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 あるある、それもぜひ岡山駅って楽しんでください。あるいろいろありますが、はい、では来週に続きましょう。停泊中です。今日のお相手森口香里と小西信人でした。ほう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 。